淵上隆氏は日本の元ラグビー選手、元日本代表、ポジションはスタンドオフ、西南学院大学ラグビー部ヘッドコーチ、現日本経済大学女子ラグビー部監督、福岡県出身、5歳から草薙江ヤングラガーズでラグビーを始める。中学まではバスケットボールを同時に活動。その後、ラグビーの名門高校、佐賀工業高校に進む。 三年連続で花園の舞台を踏み、高校日本代表に選ばれる。関東学院大学に進学し、一年次よりスタンドオフとしてレギュラーで活躍。二三年次に全国大学ラグビー選手権優勝と連覇に貢献。四年生時に首相に就任。キック、パス、ラン、総合力に長け、ゲームコントロール能力が高く、天才 SO と異名がついた。 大学卒業後は出身地のコカ・コーラ・ウエストに入社チームを初の全国大会出場に導く社内ではその優しい人柄により後輩からの人望を得る2001年オックスフォード大学へ留学2006年に地域リーグであったコカ・コーラ・ウエスト・レッド・スパークスのトップリーグ昇格に貢献2010年現役引退発表朝日招待に 九州代表として出場し、優秀のトライを決めた。日本代表では、2000年11月のアイルランド戦で、初キャップ。通算後キャップを持つ。2012年、世界中の35歳以上のラグビー愛好家たちが2年に一度、集う国際的なスポーツコンベンション、ゴールデン・オールディーズ・ワールド・ラグビー・フェスティバルの実行委員となっている。2019年、 コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン株式会社を退社。日本経済大学女子ラグビー部総部にあたり、監督として赴任。ありがとうございます。